皆さんこんにちは。この動画ではビブラートを練習します。大人こそバイオリンチャンネル講師のカルテックです。一般の方向けに学習をサポートする内容の情報を発信しています。対象となるのはレベル3は問題ないという方です。まずこの動画の目的地はこの2つのビブラートです。ビブラートはその動きの起点となる場所により手首のビブラート、肘のビブラートという2種類に分けられます。今回はこれらを一気に説明しようと目論んでいます。流れとしては手首、腕ともに動きそのものの解説、練習方法というふうに話していきます。ではまず手首のビブラートから参りましょう。まず動きそのものですが、このような縦の動きと、このような回転する動きをイメージしてください。これをそのままバイオリンに応用します。ここでは3の指でレを押さえています。すると何とも言えない縦と回転の中間または両方のような動きになります。なぜかと言いますと3の指と親指の基本位置は変わらないのにそれ以外の部分が動くからです。したがってこの動きを一つの軸のみで語ることはナンセンスだと言えます。練習の方法ですがこれはシンプルにゆっくりから始めて速くしていくことをお勧めします。この他にもいくつか練習方法はありますが、それはまた別の動画で詳しく説明します。最初はこのくらいゆっくりで、少しずつ確実に動きを把握しながら速くしていくのが一番の早道です。では続いて腕のビブラートに行きましょう。まず動きそのものですが、このように肘の角度を変えるものです。主に上腕二頭筋の制御によりなされる動きです。これをバイオリンを持ってやります。するとポジション移動の縮小版のような動きとなります。お察しの通り練習方法としてはこのようにまずはポジションごと大幅に動かします。それをだんだん狭くコンパクトな動きに変えていき、しまいには親指の基本位置が変わらなくなったらいいです。これも当然ながらゆっくりから速くという方法で確実に制御できる速さを上げていくのが一番です。というわけで今回はビブラートエクストリームでお話ししました。より詳しい内容は別の動画でお話しいたします。ご視聴ありがとうございました。